私を起こしたって。わかりました。おはようございます。お、はい、はい、ここに、わかりました。すぐ準備するわ。そうっすね。頭がスーパーサイヤ人みたいな。社長、おはようございます。え？聞こえないです。え？笑ってますね。笑える分際でしたっけ？うめえ。高橋先生。なんで謝ってるんでしょうか？僕が、はい、朝、はい、起きた時間が、はい、8時12分だったことです。ああ、8時12分だったことでなんで謝ってるんでしょうか。すごい嫌な女ですね。すごく嫌な女ですね。集合時間より後に起きたんですよね。そうですね。セッサンか。朝すぐかじゃ。ピンポン。はい。あ、すいません。おはようございます。おはようございます。お久しぶりです。カメラ回ってます。すいません。今日からすごい偉い。いや見てますね。見たよ偉い。見た。すいません。みんなもさ、よう知っとるじゃないフェラーリを。はい。維持費が社長大変でと。あ、マジですか。まあ、もともとずっと社員でやっとって、今独立して。うん、あ、なるほど。しっかりしてるんで、うんうん、まあちょっと若いですけど、うんうん、まあ挨拶も全然違うなっていうのは、ああ、してるなーってやっぱり対応面が、めっちゃも、それは喜びますね。ミッチー元気なんだね。あ、で見ます。動画で、動画には出てますもんね。仲良し子よしな、可愛い可愛いミッチーの。すいません。ちょっと見させていただきます。はいはい、お願いします。また行動させてもらいます。ありがとうございます。お願いします。お疲れ様です。お疲れ様です。久しぶり。視聴者が待っとったよ、お前を。僕ですか。うん、うん、どうぞ。お久しぶりです。なんか、セッサンも言ってたな。挨拶もすごいしっかりしてるし。あ、本当ですか。本当に言ってた。本当に言ってた。ありがとう。この現場の指示は聞いたの。一応聞いてます。あ、聞いたの。はい。どういうふうに聞いたの。一応おさらいしようか。クラックは、あのサークで埋めて、うん、ああ、クラックはそうだな、うん、で、あとまあ、吸い込みだな。はい、フィーラー吸い込みってやつだな。通称フィーラー吸い込み、うん、カメラに向かって通称フィーラー吸い込み。通称足あ、いいね。これ変だろ。ちょっと見よう。ちょっと見ようか。お前ね、工程写真撮ってるんだよな。逆プライマー豆腐。この逆プライマー豆腐だな。聞いてるよ、それ。あ、聞いてます。この三役多分さ、コーキングしてんだよな、こんな普通の、うん、ブリードタイプで。この玉吹きの柄がなんか、こうベターってなってるとこ、うん、冷えとるやん、うん、そうですね。今、拾い出ししてるといいかもしれないな。そういうところもさ、そうですね、あとちょっと怪しいなっていうところやったことまたできるもんだな、これ、うん、はい。で、これさ、ブリードってさ、可塑剤みたいなのが出てきて、そこにホコリとか水汚れがついて、うん、油汚れみたいになっちゃってんだよな、うん、取れんもん、これ何やっても取れんだな。ちょっと一回下から見てみようか。結構ブリードしてるとこありますね、うん、この辺もそうだし、うん、これ多分もううちがやってるんじゃないんだよな。もともとはあれなの。ちょっと触ったら分かる。うちのシーリングがもうパサちゃんとツルツルってパサパサになってるだろう、うん、でそっちはなんかタックみたいな、キャンディーみたいなのだろう。キャンディー、そうそうそう、本当のキャンディーの。ベタベタ。中杯、あの、キャラメル、なんだ、ハイチュウ。ハイチュウ、ハイチュウの表面で。どこでどうじゃん。ちょっとアルチュウだね。じゃあアルチュウって言うのよ。中杯って言ったから。中杯。触って触って。あ、ハイチュウだ。ここ触って。まあ、と本当に全然違う。やっぱこっちペタつきあって、うん、こっちサラサラしとる。そう、目地と窓周りはうちが全部打ち返しとるけど、うん、この目地窓周り以外のクラックが前回の業者のブリードしちゃうやつやってある、うんうん、もう終わらなきゃ考えるチャンネル。お客さんは4日って言ってるわけじゃないんで、うんうん、やってあげられることは
聞いてあげて、はい、でそれ以外もさ、まあ、これだけやったもんでとにかく喜んでもらう、はい、色あっちだけ茶色で、あとは既存通りだった。あ、そうだと思ってるんですけど、一回ちゃんと見よっか。はい、まあ、せっかくだって今から見よっか。もうテープ貼っとこうか。ます、もう微細で撮るな。この辺割れてるもんね。結構この辺も撮る。確かにお前達者だな。達者なのね。お湯にシュ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 歩くじゃん。この辺も出てるな。なんかこれじゃないですか。これかな。これ見るか。ここはそうですね。なんか爆裂しててって。うん、ここも逆光で出てないかもしれないな。これもなんかやってるな。そうなの？うん、ザラコン。もうここら辺ですね、ぐらいから、うん、こういった補修はちょくちょくあったりするんですか。いやここまで規模が大きいのは僕は初めてです。そうなんですね。あ、ちょっと一回置けるか、まあ、こんな感じだな。あ、はい、大体わかるだろ。おはようございます。おはようございます。これ黒ずみってここだけでしたっけ。そう、今さーっと見てきたけど、なんかないかな。ここだけだと思う。最初にはこれ本当はこっちだったもんね。はい、あれじゃなかったもんね、一番最初に。やっぱ別の汚れですよね。別の汚れだったもんでさ、だからそのこの黒色だよね。そうですね、あっちの黒色だよね。北面だけこっちのベランダの色と塗る、もっと目立たんかなって言って。ただあっちは北側すごかったもんで、北側はブリードじゃなくて構造的な問題で、うん、上が傾斜壁になってるんで、はい、雨筋が絶対出ちゃう、向こうがで、うん、ベランダと同じ焦げ茶で塗りましょうって。だから目立たないかなって言って。でもこっちとこっち色を合わせてこっちだけ白くしたらいいんじゃないですか。どうなんでしょう、まあ、好みもありますけど俺は変かなと思いますけど、まあ、薄い玄関内はちょっと薄い方がいいですか。明るい方が。この全部あの黒っぽい色で塗ると重たいか。どうなんだ、こっち濃くて向こう濃くてここだけ白くてかっこいい。うん、変じゃないじゃあ。だからまあ全体が重くなっちゃう方があれかなっていう感じなんで。なんか初品ってならないですかね。初品初品っていうからそうなんですね。初品ってないやつ。両方濃いとなんかフェイってなんか細く見えないかなと思って。あ、ドシンと見えないくないですか。貧弱に見えるってこと。なんか逆に白っぽい色にこっちのチョコを混ぜて入れれば。なんでちょっと中間っぽい色にするってことですか。うん、だったらまだいいのかな。白っぽいと逆に貧弱に見えてる。まあその辺は面白いですな。まあ確かに色も止まりやすさだと思われちゃう。色もやってな。その辺は相談しながら。はい、確かに日本が濃いめの中間色。濃いめの中間色。3面、はい、大丈夫、まあ、次行きます。瀬さんと話できる。はい、本当ちょっと口下手なんで。あ、そう、さっきそんな感じしんかったけど全然。いや、口下手です。社長さんもいるから緊張しそうのかな。いや、本当ですか。ある程度その補修だけしっかり見てもらって、はい、クラックもあると、はい、で、あの最後も見てもらって、僕らもここでやりましたってことはきちっと見てもらって。一人で塗るの。そうです、全部一人でやります。全部一人でやるの、はい。風が強い日は本当危ないで気をつけてもらわないと寒くなったのに大変だから申し訳ないけど。はい、うん、いいよ。部屋がなんだからいただかれると、はい、じゃあまたいいやと手段に入れたのであれ。あ、車の話してますね。今度車の話に変わっちゃった。左に行くのかどうしよう、あれ見るところ。あ、まあ、あ、保険証入って。あ、でも乗ってないもんね。入る意味いいのかなとか思って。月に1回も乗らないね。あ、時間もやばいな。一回や、その、なんか不安なことあったらまた行ってください。まあ、ここに行ってもらったら。今、結局もう3面焦げたにしようかって。あ、お願いします。じゃあ、お願いします。すいません、まだまだと。朝早く来て。朝すいません、いつも。また、いじめになってください。お願いします。お願いします。お願いします。またフェラーリのこと聞きに来ます。すいません、お願いします。ありがとうございます。お願いします。